ここは家の畑とは別の畑の一つで、菊芋や日本かぼちゃなどを植えているところなのですが、この畑の真ん中あたりに去年はバナナを一列に植えておいて、冬になる前にここの苗はビニールハウスの方に持って行ったのですが、ここにあるマッサンバナナの子苗なんですが、これは沖縄の本部町でバナナ園をやっていた時にバンチートップにかかったものなんですね。この親がバンチートップにかかったんです。それでそこから出てきた子株を掘り上げて和歌山県に持ってきまして、そしてここに植えておいたのですが、リハビリが完成する前に冬になってしまって越冬することができなかったと思っていたんですね。地上から完全に消えてしまいましたので、もうダメだろうと思っていました。そしたら6月の下旬になってから新葉が覗いてきて、もしかしたらこれは去年はリハビリを完成することができなかったけれども、本年に今年に育苗し直しすれば、もしかしたら健全な苗になるのではないかと思って、葉っぱが何枚か出るまで待っていたんですね。それでこのように非常に小さい苗ではありますけれども、葉っぱが5、6枚になりましたので、これを掘り上げてポットに植え直して育苗して今年と来年とで、まあ一人前の苗に育てていければなと思っているんですね。まあもしそれが成功するとしたなら、これはブログに書いておいた天地両方のうちの土というよりも、おそらく天気、気を転じることによるリハビリの成功例になるのではないかと思います。大体は沖縄の方で不調に陥った苗でも、バナナがよく生育する5月から9月10月ぐらいまでの間でしたら、大抵のものはリハビリに成功するんですけれども、リハビリの完成に近づいた頃に冬に入ってしまいますと、寒さで苗自体がダメになるので、まあそれで完全にダメになって、このようにもう一度葉っぱを出すということはないものもたくさんあるんですね。これは運よくまた葉っぱを出してきてくれましたので、それに対応する根も出ているでしょうから、まあなんとか元の立派な苗にバンチートップにかかる前の健全で壮大なマッサンバナナに育っていくことができるように掘り上げて世話をしてみたいと思いますね。バンチートップ病にかかった
マッサンバナナの苗を掘り上げてみたら、その周辺にたくさんのアリがいましたので、土を落として、今このバケツで多少土を洗い流したんですが、掘ってきたスコップの周りをアリがまだうろちょろしていますね。で、この落とした土の赤い部分は、これは能登部町のバナナパライソ時代の土ですね。まあ、国神マージといいますが、国神郡の赤土のことです。で、それを落としてみたら、神経、海茎が結構大きいんですね。私はてっきり元の海茎はおそらくダメになっていて、その上に新たに小さな海茎でも形成されて、そっからこの葉っぱが出てきたのかと思っていたら、そうではないですね。結構海茎は大きくて、まあそこからは新しい根は出ておらず、その上の方から多少根が出てきていて、それらがこの葉っぱを出してきてくれていたんですね。で、ぐしゃぐしゃになっているわけではなく、触ってみるとまだ硬いですから、この海茎をそのままにして、そしてこの地際の毛細根ですね、これらを生かして、さらに葉っぱを展開して大きくしていって、下の方の海茎が腐ってきても、この根の周辺に新たに形成されるかもしれない海茎、神経を大事に育てていって、これを大きくしていこうと思っています。まあ、これならなんとかリハビリを完成させられるかなと思いますね。このように7号の不織布ポットに植えてみました。そうですね、この7号不織布ポットで2ヶ月ほど養生してもらって、葉っぱを展開してもらって、神経を充実させていってほしいなと思いますね。まあ、これは家に持ち帰ってサンルームの健全なバナナ苗たちの間に置いておこうと思いますね。まあ、単独でもリハビリはされると思いますが、なるべく健全な仲間の間に置いてあげたいなと思っています。